おーい。おーい。私ね、今対向車線に対してこうやって手振ったんですよ。もうね、10代20代ぐらい行ったかなと思いましたけどね。で、今の救急車がもう10秒15秒ロスしてますよね。もう10秒15秒あったらこれ本当にね、初期処置ができるんですよね。命が助かるかもしれない。それであんなこう救急車来てるのに行っちゃうってね、もう私はもう免許返納した方がいいと思います。今言っちゃった人はちょっとおかしいよね、本当に。でも救急隊員さんの方はね、さすがね、ありがとうねと挙手してくれましたよ。あんな中でもね、本当にね、命運んでる救急車、緊急車両、もう1秒たりともロスさせないようなね運転してくださいよ。あれだけジェスチャーしてもね、意味ないのかと。あれだけジェスチャーしても伝わらない人がいるってね、本当に残念です。ね、皆さんはね、サイレンが聞こえたらもう止まる準備をしてくださいね。救急車が見えなくてもサイレンが聞こえたら止まる準備をする。もうこれですよ。本当にね、徹底していただきたい。緊急車両には1秒たりとも、ね、遅れを取らすなというぐらいの気持ちでね、運転していただきたいんですよ。で、緊急車両っていうのは常に来るじゃないですか。だから常に安全運転してくださいってことなんですよね。本当にね、頭がいいんじゃないかなと思いましたよ。今バンバン行っちゃう人。まあそれぐらいはね、私ね、ああいう瞬間見ると頭きますね。本当にああいう瞬間私ね見ると残念に思います。まあ普通交差する道路、交差点があったらね、こういう交差点があったら救急車、緊急車両来ないかなと思ってスローダウンしなきゃダメですよね。普通来なくても、一切サイレン聞こえなくても、それを突っ込んでいく人かもいるし、もうその今なんかもう緊急車両、救急車来てて姿も見えてるはずの BM とベンツだったかな、すっごい残念な運転してましたよね。スーって行っちゃうんですよ。あれ完全にロスしてますからね、救急車。まあ、本当に残念です。あのね、ドライバーの質が求められてるんでね、本当に緊急車両には妨害しないような安全運転お願いします。